はい、どうも、しです。未だにね、画角に迷ってるんですよね。もう YouTube 始めて半年ぐらいになると思うんですけど、これ家のね、家の一室で撮ってるんですけど、まあちょっとなんかおばあちゃんの家みたいな感じなんですけど、まあそれはいいんですけど、まあ今日の本題なんですが、うつ病になってね、まあ、ちょっと激太りしちゃったっていう話なんですよ。私がうつ病になったばっかりの時の写真出そうと思うんですが、これですね。まあめっちゃ痩せてますよね。これうつ病になったばっかりで、いやいやなんか免許の更新に行った時の顔なんですね。だからちょっと顔死んでるんですけど、まあ完全にそのね、うつ状態の時の顔なんであれですけど、まあうつ状態になる前はこれよりもう少し太かったっていうか、もうちょっとふっくらしてたかなと思うんですけど、まあでもね、今のこの顔とね比較すると、まあかなりこう太ったんじゃないかなと思うわけですよ。最近免許更新に実は行きまして、最近免許更新に行った時の顔と比較した写真があるんですよ。で、比較した写真を画面いっぱいに出したいんですけど、これすごくない？めっちゃ太ってますよね。なんかもうまん丸としてしまってね。まあちょっとなんかでも Twitter で上げた時に言われたのは、表情が優しくなりましたよねってことは言われたんですよね。まあ丸くなったんで優しくなったように見えるっていうのもあるかもしれないんですけど、まああとやっぱり回復したってこともあってね、ちょっとなんか血色もいいような、なんとなくそんな気がしますね。まあこれカメラの問題かもしれないですけど、で実際ね、どれぐらい太ったのかっていうと20キロですね。20キロ軽く超えたっていう感じですね。まあ私は身長は175なんで、体重がまあ60から65ぐらいが大体そのラインを行ったり来たりしてるって感じだったんですよ。で今この時点で今75キロあるんですよね。だからまあ標準よりプラス10キロじゃないですか。でうつ病のその初期の時っていうのは55、6とかまで落ちちゃったんで、まあ、プラス20キロってことですね。そっからプラス20ってことなんでね、まあ、だからその今から10キロ落とすぐらいで、まあなんとなくちょうどいいぐらいのね、感じだとは思うんですけどね。でですよ、うつ病になって太ったって人は結構多いんですよ、私以外にもね。じゃあなんで太るのかっていうことなんですけど、よくそのうつ病になった方が言ってるのは、その抗うつ薬の副作用で太ったっていうことをねおっしゃってる方が多いんですよね。まあそれももちろんあると思います。でまあ私飲んでる薬がレクサプロっていう薬なんで、レクサプロに関してはね、そんなにこう太るっていう副作用はないっていうふうにね、病院の先生も言ってて、マジかーって思っちゃったんですけど、いやなんかね、薬のせいにしたかったなと思ってね。まあじゃあ他にどんな原因があるのかなと思って、ちょっと私なりに考えてみたんですよ。そしたら、まあうつ病の症状ってことは一つ考えられますよね。うつ病の症状として、まあ、ちょっと太ってしまっているってことです。まあうつ病の症状で太るのって言ったらね、まあうつ病の症状が起きることによって直接太るみたいなことはないと思うんですけど、やっぱその心が病んでしまってるとか、まあ、めっちゃね、めっちゃ急性期の時こうガーンと落ちる時あるんですけど、ガーンと落ちる時はそんなに食べないっていうか、むしろ食べれないんですよ。食べれなくて受け付けなくて、まあ痩せていくっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとこう抗うつ薬とか飲んでね、ちょっと回復してくるとですね、なんかねめっちゃ食べたくなるんですよね。なんか過食になるというか、そのちょっと回復したからって言ってね、落ち込む気持ちがなくなってるわけじゃないので、なんかそういう気持ちをこう抑えようとしてるのかちょっと分かんないけど、なんか甘いもんいっぱい食べたくなったりとか、なんかすごいドカ食いしちゃったりとかするんで、まあそれでね、太っちゃうんですよね。なんかそのうつ病の症状によってこう間接的になんかね、食欲が誘発されてるみたいなね、そういう感じじゃないかなと思ってます。ただその食欲が戻るっていうのは回復している証拠でもあるので、まあいいことっちゃいいことなんですけど、ちょっとなんかこう行き過ぎることがあるんですよね。まあ暇なんですよ、うつ病の治療してると。その基本的に家にいて何もすることがなくてってなると、やっぱくっちゃね生活になっちゃうじゃないですか。くっちゃね生活になっちゃうので、まあ取ってもしょうがないかなってところは正直ありますよね。でくっちゃねの続きで言うとなんですけど、まあ運動不足ですよね。まあ運動不足もね、もうこれもしょうがないっていうところは正直ありますよ。うつ病になってる人ってこう仕事できないとか、私みたいにこうお家でできる仕事をしてる人っていうのは結構多いので、普通に通勤みたいなことがないわけですよ。でそれはそれでこうストレスがなくて非常にいいんですけど、やっぱ通勤がないってことはね、その通勤によって起こる運動がないわけなんで、まあ太りますよね。本当に運動する機会がなくなってる状態なんですよね。なのでまあ太りやすい。まあでもなかなかね、そのうつ病でなんかこう心が沈んでたりとか辛いなっていう状況の時っていうのは、まあ外に出れないもんなんですよね。私もその今でこそね、ちょっとある程度回復してきて、ネットでいろんな仕事させていただいてますけど、まあ、そんな私でも平日の昼間に外に出るっていうのはちょっと抵抗あるんですよね。うちかなり田舎なので、おじいちゃんおばあちゃんとか多いんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんとすれ違う時に、あら、あなたお仕事はっていう風にね言われることがやっぱたまにあるんですよね。でその時になんかこうちょっとなんかうってなっちゃうじゃないですか。で私はまだ例えばなんかこうこういうネットで活動したりとか、まあ実際に本出しましたとかね、本当に活動をやってるので、まああなたは知らないと思いますけど、いや私ねちゃんとやってますよみたいな、
自負があるのでそこまでダメージ受けないんですよね。でも例えばうつ病の治療でね、今何も仕事してませんと、でそのネットでお仕事とかもしてないですっていう人が昼間とか朝とか散歩行ったら、なんかそういう風にね、お仕事をされてないんですかとか、なんか悪いのとかって聞かれたら、いくら善意で聞かれたとしても嫌じゃないですか。すごくね、嫌なんですよね。でしかもそういうの聞かれなかったとしても、なんか相手と目があったりとか、相手がこっち見てんなと思った時に、あ、なんか思われてんじゃないかなみたいな、こう不安をね覚えてしまうもんなんですよ。相手がどう思ってるか知らないけどね。でそういうその相手の気持ちを先読みしてしまうっていうのはね、認知の歪みの一種だっていう風にね、アーロン・ベックっていう精神科医が言ってたんですけど、まあそれは頭で分かっていてもね、やっぱり人の視線っていうのは気になるって人は多いと思います。なんでまあ運動不足になるっていうのはね、ある程度しょうがないのかなっていう気はしますよね。でもう一個はですね、加齢ですね。加齢、まあ年を取ったからってことなんですけど、まあ、これはあまり認めたくない事実ですよね。あの、私今29歳なんですけど、うつ病になったのが24歳なんですよね。24歳でうつ病になって、もうすごい寝たきりで、もう食事も取れなかったっていうのは1ヶ月なかあったかなかったかぐらいなんですけど、その後ちょっと回復したけど、なかなかねベッドから出たくないとか何もしたくないっていう状態続いたのが1、2年ぐらいだと思うんですね。まあ年取りますよね、普通に当たり前ですけど。いや本当にね、あの、私の18歳の時とか19歳の時とかと比べても、体力ってのは年々落ちていってるなって実感があるわけですよ。やっぱ年を取るにつれて体力落ちるっていうのは当たり前なので、その体力を維持しようって思ったら、例えば筋トレするとか、まあちょっと激しめのウォーキングするとか、ランニングするとかね、そういう風にして体力を維持増進していくものだと思うんですね。でそういうのが、まあ、うつ病なんでできなくて当たり前じゃないですか。でうつ病で家にいます、結構食べてますで、あの、通勤とかないんで、もう本当人よりも運動不足ですってなったら、そのさらにね、年も取りましたってなったら、それはまあ体力はなくなるわ、太るわってなりますよね。その体力、まあその運動してないので、やっぱ代謝が悪くなるじゃないですか。代謝が悪くなると太りやすくなるというので、まあしょうがないかなっていうところはねありますけどね。ただそのしょうがないで済ませられない事情があるんですよ。もちろんその健康問題っていうのもありますけどね。その太ると、まあ、メタボリックシンドロームの危険性であるとか、まあ、単純に内臓脂肪が増えたらね、他の生活習慣病とかにかかってしまう可能性もありますから。よくね、うつ病と糖尿病はすごく、あの、併発してる人が多いって言うんですけど、まあ、それもやっぱりうつ病によって運動不足によって起こることなんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。まあ、とにかくね、太ってしまうとね、さらにこう精神的に落ち込んでしまうんですよ。まあ、他人がどう思ってるか分かんないですけど、まあ、自分としてはですよ、自分としてはなんか見た目がなんか良くないなとか、私も今の自分のこうまん丸い顔の見た目って別にそんな好きじゃないので、まあ、そんなシャープじゃなくてもいいんですけど、もうちょっとなんかね、余計な肉を削ぎ落としたいなっていうのは思ってます。もうお腹もね、お腹も結構ひどいですからね。あとやっぱ服が着れなくなるっていうのは結構きついですよね。あの、私よくこういう T シャツ買う時とかっていうのは、だいたい M サイズで OK だったんですよ。 M サイズでちょうどよかったんですけど、もう今 M サイズ着るとね、もうレオタードかっていうぐらいね、もうパッツパツになっちゃうんで、もう今ちょっと L しか着れなくなっちゃってるんですよ。でほとんどの T シャツが M サイズなんで、まあほとんどの T シャツが着れないっていう状態なんですよね。だからなんかもう痩せたいなって思っちゃうわけですよね。あと何よりきついのがやっぱり、まあ、家族とか、まあ、久しぶりに会った友人とかにね、もうなんか星太ったねってこう言われることですよね。まあ言うなよって思うんですけど、まあ太ったよねって、まあ、言われることは結構きついなって思います。で痩せる方法っすね、最後に痩せる方法についてお伝えしたいんですけど、まあこれはね、私が知りたいので、ぜひ教えてください。もう私もね、もう本当にいろいろ痩せるためにどうしようかなと思っていろいろやってるんですけど、まあ結局のところ、間食をね、結構しちゃうんですよ、間食を。さっきもこの動画撮る前に、小倉城もなかっていうお菓子を食べちゃったんですよ。私、あの、福岡県の北九州市に住んでるので、まあ北九州市って言ったら、あの、小倉城があるのでね、小倉城もなかをね、食べちゃいました、これね。甘くて美味しいんですよね、このもなかってね。ただもなかって絶対太るじゃないですか。だからこういうのをやめるっていうことから始めて、まあ散歩のね回数増やしたりとか、まあそういうことしないといけないのかなと思いますけどね。まああとやるとしたら筋トレか。